横芝駅は、千葉県三部郡横芝光町横芝にある、東日本旅客鉄道総武本線の駅である。当初は、松尾駅は設置されておらず、鳴門駅を出てから、最初の駅が東駅であった。駅舎に接して、単式ホーム一面一線、北側に島式ホーム一面二線と、合わせて二面三線を持つ、地上駅である。ホームは重ね上げされていない。 線路はほぼ南西から北東に走り、駅舎は線路の南東側に設けられている。二つのホームは駅舎の飯倉方にある屋根なしの古線橋で結ばれており、島式ホームの中ほどに待合所が設けられている。当駅は側線を一本持っており、これはホームの松岡方で一番線の線路から分岐している。単式ホームは駅舎の松岡方で切りかかれており、 ここにこの側線が入っている。駅舎は1897年6月1日の開業時の建物が今も使われており、木造平屋建てで入りも屋作りの屋根が特徴である。1998年に改装され、屋根の吹き替えや壁面の塗装等が行われた。内部には待合所や短距離自動券売機などがあるが、時期券に対応した。 自動改札機はない。友人の出札窓口は2006年に閉鎖され、もしもし券売機カエくんが設置された。簡易水下改札機設置駅である。もしもし券売機カエくんは2012年3月8日限りで廃止され、翌3月9日の初電時刻からは指定席券売機に置き換えられた。しかし、2016年2月15日をもって、 指定席券売機の営業も終了した。2005年に業務委託駅となり、鳴ル駅が管理、JR 東日本ステーションサービスが受託している。また、かつては改札外に売店が設置されていたが、2000年代、初頭に閉鎖され、現在は自動販売機のみが設置されている。駅舎側を一番線として、以下のようになる。 2019年度の1日平均乗車人員は1358人で、ある。JR 東日本及び千葉県東経年館によると、近年の1日平均乗車人員の推移は、以下の通り。横芝光町役場坂田池と坂田城市旧、横芝町の中心で、2006年の合併までは、横芝町の中心駅であったが、栗山川の対岸の光町には、 駅がなく、横芝町との合併前からこの駅を玄関口としていた。横芝光町役場は、駅の北東約 1.5km の場所にある。かつては、駅の南西約 1.2km の線路沿いに、横芝光町横芝行政センターがあったが、横芝光町役場に統合された。駅前には、大型バス乗降場、タクシープールよびタクシー乗降場、 身体障害者の乗降場を確保している。駅前広場の隣にキスアンドライド待機場が整備されている。国道126号沿い、線路脇沿いには、大型ショッピングセンターや商業施設、飲食店などが隣立する。主な商業施設千葉交通タコ営業所、横芝光町循環バスが運行する。路線バスが発着する。 国道126号沿いに設置されており、千葉交通が運行する高速バスが発着する。特急、塩彩の隣の停車駅は、列車記事を参照のこと。ありがとうございます。